森林ドローン研究室の小林です。この動画では、G 空間情報センターからダウンロードした長野県大桑村の、森林施業班ポリゴンと森林棒を結合したジオ JSON ファイルを Google Earth Pro で表示し、KMZ 形式で保存するまでをやってみたいと思います。まず、Google Earth Pro ですね。7、8年前かな、有料から無料になって使いやすくなりました。有料版使ったことありませんが、無料版は、重宝しています。で、Google Earth Pro 起動したら、ファイル開く。ファイル開く。で、ここでデフォルトが、KML、KMZ などの Google Earth になってるんで、これを、ここにありますね。シェイプっていうのは、まあ、S3 のベクトルファイルで、GeoJSON。これもベクトルデータファイルです。で、GeoJSON を選びます。で、前回作った、大滝村計画図シェイプ、シェイプと森林棒を結合してジオ JSON にしました。で、この大桑村施業班ジオ JSON。これを開くと。で、XML ファイルなので、やっぱ開くのちょっと時間かかります。遅いです。遅いですが、ちゃんと開きます。で、これが大桑村全体のポリゴンで、施業班はね、この木曽川沿いかな、この辺に固まってるんですけども、で、これ潰れてしまって何も見えないので、この大桑村施業班、ミニクリックのプロパティで、スタイル、色っていうのがあります。で、これ塗りつぶしプラス枠線が白になってるんで、白枠に白塗りつぶしで真っ白系になってるんで、これを枠線だけにします。そうするとこの網網になりますんで、これで OK を押すと。で、言ったように、こっちは、森林棒情報がないところで、まあ、国有林なのか何なのか、とにかく長野県の林務部管轄がこっちの内側のこの木曽川沿いのところですね。で、これ例えばこの、ここを左クリックマウスすると、このように森林棒が表示されます。で、これ前にも説明したように、元々のシェイプファイル、で、元々の森林棒情報がくっついて GeoJSON にしたので、まあ、こうくっついて表示されると。で、市町村コードとか、施業、区分、育成炭素林、育炭とか、まあ、人工林とか、林で54年。というような、ヒノキ割ってるんですね。富山県はヒノキほとんどないんですけど。という感じで。で、こっち側見ると、これがちょっと残念なのは、この名前なしになって、七しのゴンベさん、ポリゴン、名前なしのポリゴン。例えばこれ左クリックすると、まあその該当のポリゴンに飛んでくれて、この矢印の先っちょね、これがそのちっちゃいこのポリゴンなんですが、本当はここに、この、森林棒とリンクした時のこの43070005A004 ハイフンみたいなこのキー、リンクのキーがあたりが表示されるとこっちから検索してポリゴンを表示して、森林棒を見るとかいうのができるんですが残念ながらこれできないので、ちょっと、不便といえば不便なんですがまあこう、超感図で表示できるんで、あ、この林本当に、ここに、ヒノキがあるのかとか、まあそんな意地悪な見方はしないんでおきたいんですが、まあこうやってクリックしたら、そこの、大技とか、小技とか、どんな林なのかということがわかるということで、これはこれで、QGIS だとこの立体にするプラグインとかもあるんでしょうけども、まあこれはデフォルトで勝手に超感図になってくるので、その辺では直感的に見やすいのかなというふうに思います。
で、このままだと GeoJSON のまんまなんで、この施行範でマウス右クリックで名前をつけて場所を保存。で、これあらかじめ、空のフォルダを作ってありますので、デスクトップの下の、これ、大桑村、施行範森林簿をくっつけたものの Google Earth 用のデータ。で、ここに、大桑村施行範、ポズ KMZ と KMZ 圧縮形式で保存しますよということで保存すると。で、これで保存されました。で、もう一回終わっていいんで、破棄で。そうすると今、さっきのフォルダにここに 5.6MB、ちっちゃいですね。KMZ できましたので、これをダブルクリックすると、勝手に Google Earth が起動して、なんかしたんけど、いきなりこう表が開いたけど、まあこれバツだけして、まあこんな感じで、さっきのスタイルもちゃんと覚えてますね。どこに保存されたのか知らないけど、で、例えばここをクリックすると、森林簿が表示されるということで、めでたしめでたしと。で、ちなみにさっきのポリゴン名の名前なしだったんですが、今度は、この Google Earth Pro はシェイプファイルもインポートすることができるので、さっきの GeoJSON をシェイプに変換して、シェイプを Google Earth で読み込むとどうなるかというと、それはこっちの紙なんですが、こんな感じになります。で、ファイル開くで、シェイプを開いたものは、こういう感じになって、ここにデータベースが表示されるんですが、残念ながら森林簿の部分ですね、後でくっつけた部分が、大桑アスタアスタアンダースコアの1とかいうふうに出ます。で、これシェイプファイルって、属性データベースは DBF っていう、昔 DBase3 とかあったやつの4かな、規格を引きずってるんですが、半角 S8 文字までっていうフィールド名に制限があります。で、まあ、全角でもちゃんと表示されてるんで、そこはすごいと思うんですが、文字化けせずに。ただ、大桑で4バイト、4文字ですね。で、アスタアスタで6文字で、アンダーバーの1で8文字ということで、半角 S8 文字分に抑える必要があるので、で、大桑アスタアスタの、番号という感じで。これフィールド名が要は日本語、何のフィールドか分かんないということで、まあ大技なのか小技なのかとか、その辺が分かんないので、まあこれはこれでちょっと不便かなという感じ。まあどっちにしても検索は QGIS の中でやればいいと思うので、まあお好みに応じて、GeoJSON ファイルを Google Earth で表示するか、Shape を Google Earth で表示するか、まあこんなこともできますよというお話でした。以上です。